皆さんこんにちは、橋本美香です。今日はじゃじゃん、昨日予告してた通り、こちら100円ショップキャンドゥからポリネイルジェルの新色が3色も発売したのでレビューしていきたいと思います。昨日ねアップしたのはコンテナタイプのジェルですね。これもすごく新しい商品です。今日は、それと同じ時期に発売された新商品のポリジェルのレビューということで、こちらはですね、550円の商品になります。100均と思うと結構高いかなという感じですね。色は、ベイビーホワイトとダスティーチェリーですね。こちらはハーフカラーって書いていますね。で、ここはベージュ。これもハーフカラーです。ちなみにポリジェルの詳しい使い方というのは別の動画で上がっています。私の YouTube のトップに固定してありますので、まだ見てない人はそちらをまず見てください。はい、ベースを塗れました。そしたら、こちらのチップですね。これにポリジェル乗せていきます。じゃあまずこのダスティーチェリーですね。やっていきましょう。このハーフカラーと普通のカラーの違いをちょっと見たい感じ。中のこのシールを剥がして、かわいい色。ここのねパッケージの色と比較しても結構近いので、イメージだいたいパッケージ見て合うかなと思います。でブラシをつけて伸ばしていきます。一回ねキャンドゥだったかなのポリジェルを使った時にすごいベタつくやつがあったんですよ。過去の動画見ていただいたらわかると思うんですけど、たまたまね、なんかロット的にそういうのが混ざってたのだけかもしれないし、何が原因かわかんないので、あんまり言えないんですけど、はっきりとね。けど今回のは大丈夫そうだ。で、なんかコメント見てたら、私も同じようにすごいなんかね、ちゃっとベタつくのありましたとかって言ってた人いたから、なんかそういう、ロットというか、ちょっとそういうところがあるのかもしれないですね。もしかしたら、ものによっては。で、このもうチップの上で、ブラシを使って形を先に整えちゃいます。こんな感じ。で、今これ見てもらったら、この中央だけちょっと色が濃いですね。こういうクリア系のカラーってね、この色のムラがちょっとわかりやすいので、そこがちょっと初心者向けではないかもしれない。うまいことこの引き伸ばすのが重要ですね。で、根元とかはあんまりね、分厚くしないようにしましょう。はい。そしたら、この状態で、この上にポンと乗せます。はい。いい感じ。はい。そしたら、ちゃんとね、今、ちょっと先端浮いちゃってるのでキュッと押して、ちゃんと先端もキュッとくっつけて OK かな。で、皮膚についてないの確認して OK だったらライトで硬化します。ということで硬化できました。一応ね LED ライトで1分っていう風に書いてましたね。じゃあ外していきます。ちょっとなんか剥がれ、あ、いけたいけたいけた。お、あー、こんな感じ。結構ね、薄い。うん。かなり透け感なので、こうやってチップに乗せると、この根元のくっついてるところの色の濃さと、ここの爪より出てるところの色の薄さっていうのが結構はっきり出ちゃう感じはありますね。それはそれで可愛いんですが、こんな感じです。フレンチみたいではっきり出ちゃうかな。はい。ということで、次はココアベージュ行ってみよう。こうなってくると一番気になるのは、うわー、なんかすごいねちゃっとしてる。でもポリジェルレティジアでも作ってるんでわかるんですけど、この色ですね、色的にどうしてもねちゃっとしちゃうやつがあるんですよね。そこをちょっと改善できないかなって思ってはいるんですけど、今のところちょっと無理っぽい。あ、空気がスッと、ちょっとこれねちゃつきますね。まあでもそういうのが割とあるあるかな、ポリジェルの。寝茶つきが多いやつは、ちょっと液をしっかり多めにつける方が良いですね。あまりにもなんかズブズブみたいになっちゃったらダメだけど、結構ね、寝茶っとして、ブラシの中にこう、ポリジェルが入ってきちゃったりとかするので、そうならないようにですね。
そうそう、だからブラシの何が大事って、その腰とかこの密度みたいな、このブラシのがやっぱポリジェルに適してないと、こうポリジェルがねブラシの中に入ってきちゃうんですよね。そしてブラシが固まって使えなくなるっていうことが起きるので、結構そういうの辺も大事ですね。はい、乗せまーす。よっ、ほい、よし、行ってみよう。はい、じゃあ硬化します。ここからね、空気入れるみたいに、ほっ、いい感じ。せーの、ちょっとやっぱ取れにくいかな。はい、いけた。たたーん、おお、綺麗、綺麗ですね。やっぱクリアだからこういう感じになりますね。割と爪が透ける感じかな。これよりも色を濃くしようと思うと、ポリジェルなんでめっちゃのせないとダメになっちゃって、今度は形が不格好みたいになっちゃうので、なんかポリジェルの弱みとしては、あの色の濃度を変えれないってところかな。うん、この同じ厚みで色をもっと濃くみたいなのがね、ポリジェルはできないですね。まあ、アクリルも同じだけどね。だから長さを出しながら色を出すみたいなやつはどうしても厚みもそこで決まっちゃうので、ちょっと難しいかな。ジェルみたいにこの薄く塗り重ねるとか、そういうことができないので、割とこう、濃さはね、決まっちゃいますね。こんな感じ。でも綺麗。こんな感じ。でもめっちゃ早い。ポリジェルは本当に時短です。ということで最後、ベイビーホワイト。これ一番気になっていました。そんな。よし。ふんにゅ。お、お、結構真っ白だ。かわいいですね。ほ、ほ、ほ。ちょっといっぱいすぎたか。ちょっと硬いな、これ。これテクスチャ硬いですね、これだけ。全然さっきと違う。まあ、色によってね、ちょっと硬さとか出るんだよな、ポリジェルって。硬さ、粘度、ベタつきとかね。なんかね、どうしようもないみたいな感じで言われたんですけど、私も作った時に。なんとかしてくれよって感じですよね。なんとかしたいです。はい。ちょっとこれ硬い。ギュギュッと押さなきゃ。な。OK。じゃあ乗せまーす。ペチョ。はい。ちょっともう色レビューメインなんで若干適当に乗せてますが、空気を抜いておくと。これ結構良さそう。硬化します。いざ。こんな感じ。あー、なるほどね。ギュッと圧迫するところ、ギュッと圧迫して薄くなってるところがこういう風になっちゃうかも。このここはだから削ったらいいんですけど、結構はっきり出るかな。でもパッと見た感じすごくいいなと思ったのが、やっぱりこういうはっきりした色だからこそ、こういうピンクみたいな感じで、このなんだろう、つけてるところが目立たないのはいいですよね。でこんな感じでした。一番端からダスティーチェリー、そしてココアベージュ、最後がベイビーホワイトです。それでは動画を最後まで見てくださってありがとうございました。商品の SKU 詳細ですねは、概要欄だったりとか、あとインスタグラムの方に載せておきますので、商品をお店で問い合わせしたい、検索したいという方はそちら参考にしてみてください。少しでも役に立っていれば嬉しいです。関連動画や今日使った、商品とかね、いろんなものは概要欄に合わせて載せておきます。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。また他の動画でもお会いしましょう。橋本美香でした。バイバーイ。